トリガー、そしてカウント、君たちの処遇について正式な決定が下った。中隊長たっての希望もあり、君たち2名は我が部隊へと正式に配属される。過去に例のない抜擢ということで、君たちを特別な目で見る連中がいるかもしれない。だがそれは自身の活躍により覆すものだ。その力があると信じている。それではブリーフィングを開始する。かねてよりエルジア軍の無人機による自動揚撃システムのため我が軍の反攻は停滞していた。これは IFF に応答しない軍用機が一定エリアに侵入すると自動で無人機が離陸、対象への迎撃行動を開始するというものだ。しかしこの揚撃、ストライダー隊、機体の準備が整った。ここでの初仕事は空中給油だ。俺が指示するからその通りに機体を動かしてくれ。給油機まで1500メートル、500メートル、給油機より接続許可。トリガー、そのまま表を維持しろ。速度が速い、減速しろ。お前のコールサインはストライダー1、ストライダー隊の1番機だ。カウント、お前はサイクロップ2だ。サイクロップ1の指揮に入る。悪いが俺は食いながらやらせてもらう。腹が減ると判断力が鈍るんでな。とんだ食い意地だな。トリガー、お前がナンバーワンで俺がナンバーツーとはな。ああ、いいさいいさ、そうしてくれ。俺たちはあんたについていけばいいのか。凄腕だと聞いてるぞ隊長。前の部隊ではな。俺たちに遅れるなんてことはないよな。前方に敵艦隊が見えてきた。交戦を許可する。ベルコ、行くぞ。敵イージス艦はシウスでミサイルを迎撃してくる。低空で接近し攻撃するか、迎撃できない距離からミサイルを撃ち込め。サイクロプス製員、機関より前回大型戦闘用意。我が艦隊に近づく大馬鹿野郎どもを叩き落とせ。あんなところから届くのかよ。低空で近づくか、急降下して弾幕をかわしながら接近しよう。大空ミサイル発射準備、敵は次々来るぞ。ミサイル捕捉者を、シューズ、艦隊機、何重にも防衛線を張るんだ。敵機の破壊を確認、脅威になる、対応しろ。こちらリレーは雲の中だ、敵を探す。目標データ入力完了、発射できます。メソ敵は空母によるとの被害甚大、カタパルト使用不能。これは死ぬ確数、可能な限り早く退去。ミサイルなかなかやるな。どうやら凄腕の噂は全くの嘘ってわけでもないみたいだ。敵艦隊の 30% を破壊。海の目線に弾薬なければ気を抜かないことだ。向こうも必死だ。敵の装備を変えてくれ。ヒット&ウェイを続行しろ。了解。イージス艦グレイを撃沈。急運の奥にはっきりとは言えねえが、敵艦隊も大体は死ぬ。サイクロプス2、油断するな。まだ半数は生きてる。僕は的確に行え。我が軍の兵団船を攻撃できる敵基地は近くにない。こいつらは遠方から飛んできたんだ。渡り鳥のように。サイクロプス2、フラフラするな。俺のケツに向かって飛ぶんだ。ヒヨック扱いはやめろ。これまで何機撃墜した。そうやってさえするからヒヨッコなんだ。ヒヨッコは親だ。
んだこの部隊は。今日はストライダーマンの体が凍っちまう。早く救助に来てくれ。メソ敵が撃ってきてるぞ。メソ覚悟しろ。ミサイル命中。ロック。いずれじゃ、狙い撃ちだ。私、シーズンを走る。
間残り5分。メソ。メソ。この拠点を落とされるわけにはいかない。メソ。見せ、見せ。メソ。メソ。ロクサだ。取り切る。ようやく体が戻ってきた。こっからやるね。俺の戦果をしっかり見といてくれよ。メソ、メソ、メソ。まだまだ迎撃がやみそうにない。ヤマノは熱烈すぎると嫌われるぞ。メソ、メソ。目標撃破。メソ。プラットフォームを破壊せよ。あと少しでプラットフォームを沈黙させられる。とどめの手入れは俺に呼ぶぜよ。敵を抜く。やろう。敵の課題に向かっているが、トレンドリーファイアだけは避けるんだ。ロックオンされた。メソ背後を取ったぞ。
戦終了。敵に回復不可能な打撃を与えた。よくやった。今夜はとっておきのワインを開けるとしよう。新しい隊長のやり方分かった気がするぜ。もう一人の新入りもある意味特別なやつだと分かったな。前の部隊もひどかったが、ここでも仲良くやれそうにねえな。安心して背中を任せられる仲間がいれば俺も実力を発揮できるんだが。お前の背中は俺が見ている。安心して力を出すんだな。勘弁してくれ。作戦は成功した。敵の海上戦力に与えた損害は当初の予想を上回った。これ以上ない戦果だ。これにより東部沿岸に固まっていた友軍が動きやすくなるだろう。また今作戦の成功によりかねてから準備がなされていたアーセナルバード撃墜作戦が開始される。我々の長旅は始まったばかりだ。まずは体を休めてくれ。